アイテム番号 SCP-24JP、 オブジェクトクラスユークリッド、セーフ。特別収容プロトコル。 SCP-24JP の外部に対する危険性は低いため、現在サイト8181内の低セキュリティ保管室に設置されています。利用は自由に行ってください。ただし、普通以外の部屋を生成する場合は、利用後にレポートを提出してください。実験の場合は、セキュリティクリアランスレベル3以上の職員の許可を得た上で行ってください。また何らかの異常を検知した場合はすぐさま、博士に報告してください。追記。B クラスを用いた実験以外の SCP-24JP の利用は自費で行うこと。博士。説明。SCP-24JP は高さ 180cm、 横幅 300cm、 奥行き 80cm、 重量 300kg で、液晶画面及びキーボード付きの全24箱のコインロッカーです。液晶画面の上部に東映重工社の名前があり、液晶画面には東映カラオケ仮へようこそという文字と、現在の空きロッカーのナンバーが表示されています。SCP-24JP を利用する人間、以下、利用者、がどれかのキーを押すと、液晶画面に利用人数、次に利用時間を入力する画面が現れます。次に利用する部屋をキーボードによって入力する画面が現れ、この入力によって部屋の構造が変化することが確認されています。部屋の入力が終わると最後に料金が表示されます。この料金は、基準料金、とされ、この金額に近いほど入力通りの部屋に、基準から安いほど貧相に、高いほど豪華になります。すべての入力と支払いが完了すると空いているロッカーのナンバーが液晶画面に表示され、番号を入力すると施錠が解除されます。利用者が指定されたロッカーを開けると内部に引き込まれ、扉は閉まり施錠されます。このプロセスは一瞬で行われ、利用者は、エレベーターのような感覚がした、と報告します。利用者はロッカーの内部の、入力内容と投入金額に応じて、生成された、カラオケルームに移動します。部屋に基本的に扉、窓は存在せず、トイレは部屋に併設されています。利用者は通常のカラオケボックスと同じように利用時間の間、カラオケを楽しむことができます。またカラオケ機種は、で、新曲などは通常通り入りますが、ネットワークを利用した対戦などのコンテンツはエラーが発生し使うことができません。利用の終了は、壁に備え付けられたインターフォンによって行い、退出の旨を伝えるとロッカーの外に出ます。このプロセスも入室と同様に一瞬で行われます。利用時間終了の10分前にインターフォンが鳴り、機械音声による通知が行われます。また利用時間終了に退出していなかった場合はインターフォンが鳴り、利用時間が終了しました。退出をお願いします、と機械音声が流れます。その通知を無視した場合、3分後にインターフォンから、利用時間を超過しております。退出してください、と流れます。それも無視した場合、2分後にカラオケの画面が真っ黒になり、さっさと出ろ、と赤文字で表示されます。これが最後通帳と考えられ、その1分後にロッカーは、開いた状態、になります。SCP-24JP 波東営重工社の関連施設と見られる、剣士、町の町工場に襲撃した際に回収されました。施設は襲撃直前に廃棄されたと見られ、SCP-24JP 以外にもいくつかの SCP と考えられる物品を回収しました。詳細はレポート、東映重工社、工場に関する報告、を参照してください。プロジェクト名、カラオケ BOXES。製造、東映重工社開発部。クライアント依頼エンターテイメント性のある作品をお願いします。技術的目的空間拡張技術及び言語入力された条件と投入金額を認識し、適切な空間を生成できるシステムの構築。方向性サイズはできるだけ小さくする方向で、
製造過程20、年、月、日、初期プロトタイプ完成。金庫サイズであったがすでに重量が50キロを超えているため、持ち運びは困難。20、年、月、日、重量問題が解決せず、金庫サイズではなくコインロッカーで再設定。以下、10項ほど履歴が列挙されるので編集により削除。20、年、月、日、最終試作品完成、テスト経過は良好。以下の部分は手書きで書かれていました。緊急連絡、財団がこの工場を察知した可能性あり。製品は第3プランで製造します。作業員はいつでも脱出できる準備と優先順位の高い順に物品の退避を。月、日、思ったよりもお早いお月ですね。全物品退避が終了していませんが、我々はこの施設を放棄します。最終試作品は差し上げます。それでは、ポイ最後の一文はインクの分析により襲撃当日に書かれたことが判明しています。実験記録 SCP-24JP-1-20 対象 D クラス1名実施方法普通と入力基準金額を支払い1時間入室させる結果基準金額は500円と表示された入室から57分後に退出。内部は薄紫色の壁、黒いソファー、ガラス製の机があるし5人部屋であったと証言。装着させたカメラの記録も証言と一致した。GPS はロッカーに入った瞬間に反応をロスト、退出時に復帰した。分析まあ、少なくとも普通には使うことができますね。GPS 反応が消えたのは電波が遮断されている可能性が高いと考えられます。博士。実験記録 SCP-24JP-2-20 対象 B クラス1名実施方法普通と入力基準金額を支払い1時間入室させる利用者には携帯電話無線小型カメラ無線通信機を持たせて入室させて、各種通信機器の使用の可否を確認する。結果、基準金額は実験記録 SCP-24JP-1 と同じであった。入室後1時間ちょうどに退出。通信機器はロッカー内に移動した時に信号途絶。しかし、携帯電話のみ通話が可能であった。しかし携帯電話の GPS 機能、ウェブ機能は利用不可であった。分析。携帯電話は連絡手段として有効なようです。どういう原理かは不明ですが、博士。実験記録 SCP-24JP-3-20 対象 D クラス1名実施方法普通と入力1円を支払い1時間入室させる結果基準金額は実験記録 SCP-24JP-1 と同じであった。入室後1時間ちょうどに退出。被験者は疲労困憊で退出した。本人の証言とカメラ映像により、内部は隙間風がひどい木の壁、ボロボロの畳、潰れかけの段ボールが一つある2畳ほどの部屋であったことが判明。カラオケの機械はなく、安っぽいマイクのおもちゃが段ボールの上に放置されていた。インターフォンもなく、時間まで退出不能であった。分析1時間にしてはあまりにも疲労しすぎています。もし長時間の利用であった場合、危険かもしれません。博士。実験記録 SCP-24JP-4-20 対象 D クラス、1名。実施方法、普通、と入力。基準金額の倍の金額を支払い1時間入室させる。結果基準金額は実験記録 SCP-24JP-1 と同じであった。入室後1時間ちょうどに退出。内部は幾何学模様が描かれた薄紫の壁。高級感のある黒ソファー。絵画2点。ガラス製の机。
マラカス、タンバリンがあるし5人部屋が作成された。またカメラの音声分析により、実験記録 SCP-24JP-1 よりもスピーカー、マイクの性能の向上が確認された。分析備品の質は向上していますが、それだけのようです。実験は特に必要がない限り基準金額で十分ですね。博士。実験記録 SCP-24JP-5-20。対象 D クラス、1名。実施方法入力内容は本人に任せ、1時間入室させる。携帯電話を所持させ、利用時間終了後も退出しないように命じる。結果1時間6分後、ロッカーが空き状態になったことが確認された。B クラスは現在も行方不明。GPS の反応も消失したままである。また、携帯電話の通話は利用時間中は可能であったが、利用時間超過と同時に通話不能となった。分析時間超過は許さない、ということでしょうね。博士。実験記録 SCP-24JP-6-20。対象 D クラス。1名、実施方法入力内容は本人に任せ、1時間入室させる。利用時間終了から5分後に退出するように命じる。結果1時間5分後、退出。カメラと証言によりインターフォン、画面による、警告、が確認された。分析警告はあるようですね。まあ安心といえば安心でしょうか。博士。実験記録 SCP-24JP-7-20。対象 B クラス、1名。実施方法、天国、地獄、極楽浄土、桃源郷、夢のような部屋、など抽象的な場所を表す言葉を入力させ、基準金額で1時間入室させる。結果すべて、エラー3、申し訳ありませんが、もう少し具体的にお願いします、と表示された。分析、普通、は問題ないようですが、キーワードは具体的でないとダメなようです、博士。実験記録 SCP-24JP-8-20。対象エージェント長い。実施方法、サイト、8181、トウエイ重工社、と入力し、基準金額で1時間入室。結果、トウエイ重工社は、エラー56、利用できない場所です、と表示されたが、サイト、8181、は SCP-24JP が収容されている保管室が生成されました。サイト、8181の部屋。でも今までの実験同様 GPS は作動せず、エージェント長井がロッカー内部に入っていったのを確認しています。また内装が保管室のものあり。保管室にカラオケマシーン等が配置されている形になっていました。SCP-24JP は部屋内に存在していませんでした。分析外部認識機能あるいは思考読み取り機能が搭載されている可能性があります。送信機能の有無までは判別不能ですが財団施設を入力することは厳禁とします。博士。実験記録 SCP-24JP-9-20。対象 D クラス、1名。実施方法本日よりサイト、8181で働くことになった D クラスに、サイト名を教える前に、サイト、8181、と入力させ、基準金額で1時間入室させる。結果、エラー76、情報参照に失敗しました、と表示された。分析どうやら思考読み取り機能だったようです。しかし送信機能の有無は判別不能なので、以後も財団施設を入力しないように、博士。実験記録 SCP-24JP-10-20。対象サイト8181職員、10名。実施方法利用者10名で、ドリンクバー付き、と入力し、基準金額にて6時間利用。
結果10から15人用と見られる。普通と同じような内装の大部屋にドリンクバーが設置された部屋が生成された。6時間ちょうどで退出。分析備品を追加した部屋も利用可能なのですね。ところでこれ私的利用じゃないですよね。博士、当たり前じゃないですか博士。でもまた使わせてもらいます。もちろん実験ですよ。研究員。実験記録 SCP-24JP-11-20。対象エージェント睡眠。実施方法。東京タワー、スカイツリー、金閣寺、東、院、と国内の実在施設名を入力し、基準金額にてそれぞれ1時間利用。結果それぞれ、東京タワーの展望台、スカイツリー展望デッキ、金閣寺内部、東、院の1室、が生成された、東京タワー、スカイツリー、金閣寺、に備え付けられたエレベーター、階段などの外部移動手段は使用不能になっていた。エレベーターは反応なし。階段は扉が施錠。あるいは階段前に見えない壁のようなものが存在していた。機器などは実験記録 SCP-24JP-1 と同じ。東、院はシングル部屋と同じ設備に加えてカラオケマシーンが設置され、扉は消滅していた。すべての事例において窓の外の景色を見ることはできたが、窓の開放、破壊等は不可能。部屋からの景色はエージェント睡眠が以前使用したことのある。剣士の東、院からの景色と判明。また景色は、雲一つない青空。街中や観光地にもかかわらず建物。景色内に人が全くいない。という特徴があった。インターフォンはカラオケマシーンの側面に装着されていた。分析建物の内部は再現されるようですね。外の景色に関しては描写までということでしょうが。博士。実験記録 SCP-24JP-12-20。対象、エージェント野々村。実施方法、エアーズロック、エベレスト、マリアナ海溝、など屋外を入力し、基準金額にてそれぞれ1時間利用。結果、エアーズロックは山頂、エベレストはベースキャンプ、マリアナ海溝はエラー76。情報参照に失敗しました。と表示された。生成された。部屋は空気が薄いことも、気温が低いこともなかった。また、見かけ上はどこまでも広がっていたが、カラオケマシーンを中心として半径100メートルほどに見えない壁のようなものが存在し移動不能に。インターフォンは実験記録 SCP-24JP-9 と同じく側面に装着されていた。分析カラオケマシーンから半径100メートルが生成限界のようです。博士。実験記録 SCP-24JP-13-20。対象前原博士。実施方法、ストレス解消、と入力し、基準金額にて5時間利用。結果サンドバッグ、ご自由に割ってください。と書かれた紙の貼られた棚に収められた皿。と死んだユウサギぬいぐるみ、プロレス用リングが設置されていた。カラオケマシーン、インターフォン、その他基本設備は、普通、と同じ様に配置。部屋の大きさは、普通に比べて設備が入るように拡張されていた。なお利用時間中の記録は最初に部屋の設備を映した3分ほどのみで、その後は前原博士の手によってカメラが切られた。分析目的の入力でもちゃんと生成されるんですね。映像の件に関しては、いえ、もういいです、博士。ポイイチ。あまりにも実験申請が多すぎます。さらにほぼ私的利用と考えられるものも少なからず見受けられます。確かに実験における金銭の利用は必要経費として計上することはできますが、それは有限です。クラスの格下げ申請をして実験の許可制ではなく利用後の報告制にしましょうか。博士。ポイに。申請により SCP-24JP のオブジェクトクラスをセーフとする。
利用は節度をもって行うこと。日本シブリジ。ポイ3。SCP-24JT の利用者は利用記録 SCP-24JT に追記すること。博士。